アメリカ大統領選挙、おじけづいたトランプ、自分の味方をしてくれる、FOX ニュースに変えてくれと要求してきた。ハリス候補は討論会に小細工をするトランプの弱さ、注意した。ハリスさんの民主党大会の演説を聞いてください。And there are signs that Donald Trump is feeling it. You may have noticed. So last week you may have seen he pulled out of the debate in September he had previously agreed to. So here's the thing. Here's the funny thing about that. So he won't debate, but he and his running mate sure seem to have a lot to say about me. And by the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird?Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage, because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face! トランプのおじけづき、似ているのが小池百合です。2024年の都知事選挙がそうでしたが、2020年の時も小池は、逃げ回っていました。地上波のテレビは全部受けなかったんです。2020年の時の貴重な討論会、小池の様子を見てやってください。討論会でも逃げ回り、まともな回答していません。ヘイトスピーチ禁止条例罰則規定がついた、これにも関連するんですけれども、毎年9月1日に東京都の墨田区のこの横浜町公園で行われているこの関東大震災の、この虐殺された朝鮮人犠牲者を追悼する式典について伺いたいんですが、歴代の知事がこれ式典についても寄せていったわけですけれども、で小池さんこれ知事就任直後16年は送付したんですが、17年からこれやめられてます。これ、震災の犠牲者すべてを対象とする法要で哀悼の意を示しているということなんですけれども、そもそも虐殺で殺された人たちとこれ震災で殺された人たちというのは、性格が異なるものであるという、こういったご指摘もあった中で、様々な歴史認識があると曖昧にお答えしている。これについて、これとも関連するんですけど、この追悼式典の実行委員会でこの横浜町公園の占有使用許可の申請の受理を都がこれ3回にわたって拒否していて、これに対する抗議するネット署名が3枚以上集まってもいるんですよね。これについて、なぜ、17年からこれをやめられたのかということ、そしてそれどのような歴史認識で行われているのか、これはっきりお答えいただければと思います。今のお尋ねの件についてはですね、毎年9月、3月、横浜町の公園内の慰霊祭で、慰霊堂ですね、で開かれております大法要で、関東大震災、そしてまたその先の大戦の犠牲となられた方々への、哀悼の意を表しているところであります。大変大きな災害で犠牲になられた方々、それに、続いて様々な事情で犠牲になられた方々、これらの全ての方々に対しての慰霊という、その気持ちに変わりはございません。そして何でしたかしら？であれば、なぜ、変わりはないのであれば、それまでと知事が出していたものが、これを選んで、取りやめという形にしたんですか？観光、いや、それまでの観光をやめてしまったのか。はい。今申し上げましたように、様々な事情で、犠牲になられた方、そして、大きな災害で犠牲になられた方、この方々のお気持ち、お心ということで、哀悼の意を表させていただくのが毎年。